東京総合研究所の池田でございます。今日は昔から私の友達でもある世古和彦さんをお招きして、あの被災地の復興に欠かせない防潮堤の整備に関わる問題点についてお話を伺いたいと思います。私たちはこの間瓦礫の問題をいっぱい取り組んできましたけれども、防潮堤についても同じようにえ住民参加がないとか代替案がないとか利権の疑いがあるとか同じような問題があるというふうに伺っていますので、今日は気仙沼のれ を中心にどのような問題があるのかまただいあのこれからの対策解決策としてどのようなことを考えていらっしゃるのかについてお話をいただきたいと思いますまず瀬子さんのご紹介なんですけれども瀬子さんは社会学とか土木工学がご専門でご自身でもこれまで あの市民の参加とか共同テーマにコンサルティング活動とか研究活動をやってこられて、まあ、大学での教,授教鞭も取ってこられましたで地域に根ざして市民の活動にも重点を置いた活動をこれまでやってこられていますのでその視点からお話をいただきたいと思いますそれでは質問に入りたいと思いますまず現状がどのような問題になっているのかを、えー、この問題に関わられたきっかけも含めてお話しいただけますか はい、えっと、気仙沼には私は15年前から、えっと、気仙沼の市民参加のちづくりということでずっと関わってきました3.11の、えっと、あと、えっとえっと、気仙沼にあの大津波が押し寄せて気仙沼の街が壊滅状態に陥りましたで現場に行って現状を見て今1年経ちました でその時に今何が起きているかというと一番大きな問題が、えっと、海と生きるということを決めた気仙沼の街に防潮堤巨大傍聴堤ですもともと傍聴堤あるところもあったんですが気仙沼という街は傍聴堤を作らずに海と共存しながら来た街なんですその街に巨大傍聴堤を作るという問題が起きて今その問題についてえっと市民も行政もみんなそれぞれに 悩みながら向き合っていいるという状態です私は、えっと、市民の合意なしに、えっと、巨大な防潮堤が作られるという現実、えっと、問題を知ってこの問題に、ま、15年前から市民参加のまちづくりに関わってきてまたまちづくり気仙沼まちづくりセンターの理事もやっておりますだから港気仙沼大使という形で気仙沼のまちづくりを応援してきた立場からも、えっと、巨大防潮堤を今 えっと、作ることに対しては、一旦踏みとどまって、えっと、将来世代の視点から、それをどのように考えるべきかということを、市民参加でやっていこうというふうに、今、取り組み始めているところです。 はいえー、と防潮堤がないと、やはり津波の被害が大きいと思うんですけれども、地元の方たちは反対一色なんでしょうか、どういうお考えですか、地元の方たちは。えっと、反対賛成の前に、県が示している防潮堤の計画というものが、えっと、非常にこう、えっと、通り一遍というか、えっと、コンクリートでの10メートルぐらいの高さの防潮堤を作るという案に終始しています。 でえっと、住民の人たちは、それぞれです、ね、防潮堤が不要というふうには考えていません、防潮堤も必要なところはあるというふうに思っていますが、その巨大なス,スーパー防潮堤、そういったもののやっぱりこう作るプロセス、そういうものに納得ができない、それから代替案をいろいろ住民なりに研究しているし、いろんな専門家とも共同してやっているのに、その代替案についての検討が不十分だ。 その納得のできないまま、えっと、堤が巨大な防潮堤が作られることに対して、一旦踏みとどまって考えてみたい、納得のいく合意をした上で、次の、えっと、展開をしたいで、将来、自分たちの子供や孫になぜこんな防潮堤を作ったのかと問われたときに、答えられないようなものを作ることについては、躊躇しているというのが現状です。 なるほどそれであの防潮堤とか防波堤あるいは堤防といいますと国土交通省の所管だと思うんですけれども行政は、ま、市町村の役所から宮城県あの国土交通省国まであると思うんですがそれぞれの役所の考え方というか立場はどうなんですかあの防潮堤の問題に関しては国土交通省だけじゃないんですね。防防潮堤にに絡む、えっと、防災林とかかそれからいいろんなものについては 7省庁ぐらいが関わるもので,で、それぞれ住民説明会をやるときに、それぞれの省庁の縦割りに応じて、県がそれぞれに説明をバラバラにしている、だから全体像として、そのどういう,こう復興のための防潮堤、もしくは漁港整備。 そういうものが全部こうバラバラにされていて、住民としては防潮堤も漁港の整備も一体で考えたいわけですね。それの説明がそれぞれの逆症の縦割りに応じてバラバラにされていて、全体度がわからないままと、とりあえず時間だけが何,、えっと、何月まで何年までっていうふうに決められて、当初3年以内と言ったのは今5年に伸びたようですけれど、それ以内にやらないと、そこを飲まないと。 例えば防潮堤を作ることを飲まないと都市計画決定ができないので復興が街中の復興が進まないんですね、だから防潮堤に関して躊躇していても,もう仕方がないんじゃないか、まずは自分たちのえっと生活を作っていくためには中をやっていきたいという人も出てきてだんだん分断されていく状況ですね。だからいろんな役所がそれぞれぞに自分の 縦割りの縮小しているところについて、住民説明会をしているのに対して、今、住民の方では、そういうことでは分かりにくいので、全体度が分かるようにしたいということで、勉強会という形で、いわゆる単に反対運動を今やっても意味がないというふうに考えていて、勉強会という形で、防潮堤問題を中心に考えようと、今、えっと、始めたところで、8月16日、えっと明日ですが、ちょうど第3回目の、 えっと、免許会が開かれるという状況ですあの国の縦割りの状況は今、お話しいただきましたけど、実際受ける宮城県とかですね気仙沼市とかっていう、そういう住民により近いところの役所の役割っていうのは、どうなってるんですか、えっと、県はまさにもう、国からの直轄で受けたものを、そのままどういうふうに市の方にもえっに、と、やるかっていう話になっていて、市の方は、 それをどう受けるかについてはも、えっともと市長も住民、えっと、市民参加を標榜してなった人ですからもともとは傍聴点問題についても否定的でしたでも、その県から、えっと、国、県から言われてくることに対してノーと言ってしまうと復興予算がつかないのではないかという恐れから傍聴点も飲まざるを得ないというふうになってこの1か月ぐらいで傍聴点を受け入れる方にこうに。 変わっっちゃったんですねそういった意味では、えっと、市の方は苦渋の決断を迫られている、つまり防潮堤を受け入れないことによって出るデメリットを考えて、えっと、受け入れたらえないというような今形で住民に対して言っているという状況です、まあ、つまり津波はいつ来るか分からないのでそれを受け入れないとまたそういう被害が来てしまったときに責任を問われるかもしれない。まあ あの一種脅しのようなものを、まあ、感じながら進めざるを得ないっていうようなところだと思うんですけれども防潮堤といってもいろんなタイプがあるようなんですけれどもそれに対して役所が主導するだけじゃなくてその背後に技術的な面からのいろんな提案とかをする研究者とかあるいは企業ですかそういうようなものの動きはどうなんですかあそれは、ね、たくさんんあるんですえっと 県,と国県の方で進めようとしているのはコンクリートの防潮堤です、でもそれも一つの壁のような防潮堤じゃなくて、かなりこうなだらかにこういうふうになっていて、えっと、幅が,幅,が幅というかこう、山のようになる、はいはい、丘のようになるようなもの、はい、そうするとそれだ、それだったり、縦型のものやったり、もっと狭い山型のもの、いろんなタイプをあの提示してるんですね、でも根本的にはコンクリートです。でもそれに対してえっと 土,えー、っと土とかそういうい木質のもので作っていこうという提案もあります、ただし国交省の考え方では木質系のものは防潮堤ではないという範囲になっていて防災林とかそういう形になるので防潮堤と認めない、それから大林組が、えー、っと不動式。 あの要するワンのえ全部防潮堤でこう、えっと、コンクリートで固めてしまうんじゃなくて、ワンの入り口のところに沈めておいて、一旦津波が来た時に上げてという方式というのを提案しています、それはあの日本では、えっと、和歌山県の海南市で実例があって、大林組としてはかなり自信を持っているというふうに言っています、それも16日の日に勉強会で説明するということになっています。 それから、ベネチアでもそういう例があるというふうに言っています。ただし、県の方はそういった、えっと、いろんな提案に対しては、えっと、受け入れるということは全然今のところ考えはない。で、えっと、防潮堤に関しても、えっと、高さはもう決めたと。1は変えてもいいっていうぐらいのえことです。と、予算の件で言えば、1500億円くらいのものを、あの、もうゼネコンに配分するような案っていうのが出ていて、 あのえー、要するに、代、え、替、っと、案を考えるよりも、まずコンクリートのじゅ、えっと、いろんな、コンクリートでのいろんな形の防潮堤を作るということに終始しているというのが現状です、でそれは住民にとっては納得し難いもので、なぜ代替案を受け入れないのか、それからもっとこうその地域の特性、それに合ったものにしたらいいんじゃないか、そういう議論があります。 で、特に、例えば、あの、えっと、畑山茂厚さんっていう方がいらして、森は海の恋人っていうことで有名な方ですが、そこの地域では、えっと、みんな、そこの集落の方がぜ全部、全校え、高台に避難するっていうことになって、高台に、高台移転するということで合意したので、市長に対して、えっと、もう自分たちはその、えっと、下に住まないんだから、失うものを、 っていうか財産がないんだから堤防はいらないということを申し入れて一旦市長はそれを受け入れたんですが、えっと、県の方はそれはやっぱりだめだとそこにも作らなきゃいけないって話をしてきてそれは20日の時にあに知事が見てそれに対して意見を言っていくというその県の,あ,のあれを示すということになっていますだから私の考えでは一部そういう、えっと、作らないところを作っちゃうと、えっと まあえっと、県としては、県も国もですね、えっと、全部に作るということをしない限り、やっぱりまずいんだろうというふうに考える、それが官僚の考え方だと思うんですけども、も、まあえっと、岩手県とか、それから、えっと他の地域では、えっと、それを全部受け入れたんですね、宮城県でも全部受け入れました、ただし気仙沼という地域は、リアス式の海岸線で、山がすぐそばに染めちってるんですね。だからその 海からの距離がもうほとんどないんですで。そういうところに、例えば10メートル、3階建てとか4階建てぐらいの堤防ができたら、もう圧迫されるわけですね、住んでるとこ。海が見えなくなっちゃう。海と生きるということと、正反対の,あの街になっちゃうわけです。そういったことを懸念してるんですが、その現場の状況に応じた対応を県はせずに、 まあ、県も国もですね、せずに、一律に防潮堤を受け入れる受入れ、受け入れ、受け入れるように、まあ、説得しているというところですね。で、そういう意味では、えっと、県の方での県議会、県議会議員で、えっと、畠山さんという方がいらっしゃるんですが、彼が、えっと、県議会で質問をしたときにも、 どこも傍聴堤を作ってほしいと言っているのに気仙沼が防潮ていらないというのはもうわからないというのが県知事の答えだったんですけれどもその土地に応じたその土地の歴史や文化に応じたそういう対応復興のあり方を地域の人たちの市民の自治で決めるという基本的な、えー、っと考え方が欠けているそこが私は一番問題だとうう思っているんです。だから反対運動の 彼らはやっぱり反対運動ではなく、基本的に自分たちの将来、えー、子供や孫に納得のいく風景を残せるようにしたいということだけなんですよね、それを一律に、あの一律の政策でやってしまうということ自体が、私は一番問題だと思ってるんです、それとやっぱりセットにされてるのが、ゼネコンに丸投げをして、もうの復興の予算がついちゃってる、それと,、えー、っと復興の期限が切られちゃってる。 そこの中で選択を迫られた死というのは、えっと、板挟みになっている。そこの状況を、まあ、全国ではなかなかですね、知られていないということが、今、今日皆さんにお話ししたい論点です。なるほど。 やはりあの瓦礫でも同じですけれども、ゼネコンに巨額のそういう復興の名のもとに発注をもう段取りした中でしかも、その1年が半年延びたからそれでものすごく大きく違うということはもう今の段階ではないと思うのでこういう時期にその市民の意向とか本来、の街の特徴というものを十分考慮しないで一方的に従来型のコンクリート型ののを進めてくるというのはやはり手続き的には非常におかしくて。 それをもう一回、あの時間をもうちょっと取ってとか、もう少しあのさ元に戻るかもしれないけれども、住民参加の手続きでやっていこうというようなことは、事実上可能なんですか、決戦のまでは。えっと、私は、えっと、それについては、かなり、えっと、難しい問題ではあると思います。たたただし、えっと、そのことを受け入れたために えと将来にわたって、禍根を残すような選択をすることは、やっぱり間違っているというふうに思うんですね、でそういう意味では、えっと、海と生きるということを決めた人たちが、自分たちがあの決められる、もしそこで、もし復興の予を引き上げられてしまったら、それこそ日本中でやっぱり応援をすべきだと思うんですね。でえっと やっぱりその何が一番大切かっていうことを、あの。気仙沼を突破口にして、やっぱり。今考えていかなきゃいけないんじゃないか。もう福島の、えっと。原発の事故で分かったように、近代科学文明っていうのは。もう破綻しているわけですよね。で今防災の観点とか減災とか言ってますけど、大自然の。1000年に一度とか、1万年に一度の。大自然の脅威の前に。 人間の,あの科学技術今の人間のレベルの科学技術で立ち向かおうという考え自体がやっぱり浅はかなんじゃないかと思うんですそれよりも応災っていうかその災害に応じて、えっと、知恵を出してい、えっと、くもっとソフトな仕組みとか地域のコミュニティの中でのやっぱりこう昔ながらの知恵をもう一回掘り起こしてやっていく可能性が 私はあると思うし目の前のお金につられて何かやるというのは間違っているただしゼネコンに丸投げしているということに対して市民が全部それに対してノーと言っているわけでもないんですなぜかというと,、えー、っとやっぱり被災地は今マンパワーも足りないし みんな生活の復興だけでで大変なんですね。だからどうしてもそのマンパワーが足りないし、その、えっと、ノウハウもないというところでは、ある部分受け入れたらえないという意見があるのも確かです。ただし、私はデネコンにそのまま丸投げするんじゃなくて、地域の人たちが考えてデネコンにも協力をしてもらいながら、一緒にやっていくという方法はあるだろうし、まあ,あの明日大林組が、えっと、提案している不動式の。 あの不動式の防潮堤なんかも聞いてみて、ネネコンの力も市民の意思によって使うべきところは使ったらいいと思って、ね、ネネコンが全部悪いわけでもないし、そのお金の使い方をあのジャッジメントというか、それを決定するのが官僚、いわゆる霞が関やそういうところで考えた人たちがやってることが問題だ。 そのやっぱり知恵とかの力を使っていくのの主体が市民だっ。 その地域の市民だということを忘れているということが一番問題だと思いますもう一点重要なこととしてこれまでも例えば多摩川の水害とかダムの決壊とかいろんなそういうい災害があったと思うんですけれどもね流域の方たちいっぱい被害を受けたそれでも国は自分たちがやってきた土木工事で起きた事故であり災害であるにもかかわらず何も保証してないわけですよね。そういういことを考えた上 るとやっぱりあの今回の津波の被害を見ても分かるように自分たちでちゃんと議論してどう守るかというのは議論した上で決めるというのが本来の筋じゃないかと思ううんでですすけれどそうですねあの基本的には、えっと、自分たちの町は自分たちで守るし市民で自治でやるという限りは、えっと、国をもう当てにしない自分たちで意思決定をしていくということが必要です。でそのの時にはは基礎自治体の首長は やっぱりある決断をしななきゃいけないといけとうううふうに思うんですでそれは目の前にぶら下がった復興の予算をどれだけ取れるかというような判断ではなくて自分たちが自分たちの命を守る街を作れるかどうかそこにかかっているというふうふに思うんですだから、えっと、首長がやっぱり大きな決断をしなきゃいけないし ただし、住民も、あの、全部一つにまとまるっていうのは難しいです。そこをどういうふうに合意形成を作っていくか。それは、あの、私たちも含めて、いろんな人たちが応援して、えっと、いくところだと思います。で、あの、いろんな巨大な防潮堤をいくら作っても、それは先ほど申し上げたように、一箇所を滅びれば、あの、逆にそこが、えっと、新たな、えっと、被災を生む、 あの、元になるわけですね。今回の時でも、防潮堤があったばっかりに、それで安心して逃げなかった地域、そこで大きな被害が起きたということも事実です。だからそういうものに頼らずに、いろんな知恵を出して、応災する。要するに、えっといや、いろんな避難塔を建てることもあるでしょうし、不動式の防潮堤を考えることもあるでしょうし、 ただし、自分たちが意思決定した以上は、その責任も自分たちで引きく得るという覚悟をして、国のお金を、えー、出す、出さないに左右されない、やっぱり100年、200年、1000年を考えたまちづくりの意思決定を、今、市長も含めてやっていくべきだというふうに思います。気仙沼の人たちはそういう覚悟を市民の方はし始めてるんですね。 だから下手な反対運動ではなく勉強会という口頭戦術を取っているそこのところはすごくこう彼らを私は応援したいし一緒にやっていける仲間だというふうに思っています。 そうですよねあの国が補助金でその人を縛るというやり方ではなくて市町村が住民と一緒に自分たちで考えたことに自由にお金が使えるようなあの交付金、一括交付金というような制度をもっとこの際、きちっと充実させていくというのが重要ですもともと税金は私たちのものなんですね。それを国が要するに えー、国の仕事はええ4しかやってないのに、今、地方には、えっと、え4のお金しか配分されずに、国に6のお金が配分されて、国があの、えっと、税を再配分する権限を持っていること自体、根本的な問題なんです。で、それを今、国があの基本的に決めて、デネコンに全部だ出してしまうということは、 私たち、日本人の国民一人一人が、やっぱりこれは問題だと考えて、ノーと言うべきですよね、私はそう思います、それは気仙沼の人たちの問題で、対岸の火事と考えずに、われわれの税金の使い方に、この際、あのみんなが意思表示をしていく時が来てるだというふうに思って、見ていただければと思います私たちも何回も被災地行きまして、例えば釜石だと、湾口に1200億かけた防潮堤というのがあって、 それは今回もめちゃくちゃゃくにやられれたわけですよそれなのにその,その防潮堤がどういう役割を果たしたかとか技術的にどこが問題だったかということをきちんと第三者的な検証もしないままその復旧をもう始めているそういうところもやはり同じようにあのそれぞれの町で住民がちゃんと意思決定に関わって 最終的にはそうなるかもしれないけれどもちゃんと自分たちの言いたいことはいい提案もした中で議論してっていうそういうプロセスを経ないと何でもがれきでも。 この防潮堤でも高台移転でもですねある役所が決めたもの通りになんか行ってしまったというのはやっぱり今後、日本のいろんな政策決定のプロセスを考えていくときに過去を残すので一つ一つ大変ではあるけれども今からでもそういうことをやる意味というのはととても私も私大きいと思うんですよね今、ですから始めた気仙沼でやった勉強会というものを私はやっぱりあのすごく大事だと思っています。でただ今有志でで始めているので それをやっぱりあの主体を協議会的なものにして公的、公共的なものにやっぱりして立ち上げていかなきゃいけないなと思うんですただ、悩ましいのはみんな生活を抱えてあのいち早く復,復興しないと食べていけなくなるしそこのところで私たちが理想論だけ言ってても難しいそこをどういうふうに切り抜けるかっていうのがすごく悩ましいところです。 でもゼネコンにもし発注するとなれば巨額ですよねそういうものって、はい、めちゃくちゃ巨額です、ね、だからその中の一部でもそういう前倒し的にそういう住民が入って議論したりいろんな 大体を考えたりするものに出すお金ってもそんなに大きなものはいらないわけじゃないですかだから、そういうお金の使い道についても、まあ、第三者的な瀬古さんのような立場の方がです、ね、あの入って少しそういう融通の効くようなやり方っていうのを国が認めるような方向にリードできるといいですよね。そうですねあの基本的ににににはは一部じゃなくててそそこののの地地域域復興に関わるお金っていうのはその地域に とりあえず自治体と市民に対してあの交付されてそれをどう使うかは地域,あ地域で決めるということにしないとダメだと思うんですで私はあのこれから各地域に説明会が行われていくのでそこのファシリテーターになって各地域の人たちの意見を聞いていこうと思っていますでみんな苦渋の,決断,をあの決断を迫られているので表面的な例えばアンケートだけ取れば 例えば、防潮堤に賛成と丸をせざるを得ない人も本当のところはあの違うという意見の人はたくさんいるんですね、それはでも目の前の生活をどう立てるかということと引き換えにやっぱりそれを今やってしまいかねない状況なんですね、だから違った力、それは世論の力だったりすると思うんですで、多分、全防潮堤を受け入れた他の地域でもやっぱり同じことがあるんだと思うんです。 で今、気仙沼が唯一、の市民の人たちが踏ん張っているところなんで、そこのところに皆さんの目を向けていただいて、そこから日本の今の復興の、復興ということがあの、要するに大きな、えっと、公共事業、それをもう一回こう日本を土建国家にしてしまうきっかけになりかねないんですね。皆さんご存知のあの消費税の問題も、 あれのえっとお金のお金をえっと政府の方はえっと十年間で二百兆円ぐらいえっと公共事業公共事業と言ったらいあの聞こえいいですけど結局防潮堤を作ったり高速道路を作ったりそういうものに使うということにやっとしようとしています決してえっと福祉や私たちの生活を守る方に使われるということじゃないわけですよねでそれが復興ということをする、えー、に。 錦、えっと、の御旗にして誰にとってもあのそこに住む人にとっても他の私たち一般の市民にとってもあまり納得のできないものになるというのはもう目に見えていることで気仙沼で起きていることは自分たちの問題だということを考えるやっぱり市民やメディアが必要だと思います。そうです 瓦礫の問題はその自分のところに瓦礫が来るということです。かなり全国化しましたけれども防潮堤の問題は分からない遠くの人は分からないんですけれどが、まあ、根っこが同じところにあって住民が無視されていたり一部の業者に利権のようなことがあるかもしれないとか国から押し付けられて地方自治がないがしにしたり同じ根っこがあると思うのでこの問題も、まあ、気仙沼の問題を今回取り上げましたのでぜひあの聞いていらっしゃる皆さんにも自分の問題としてこういうこと 次、今度自分のところにもあるかもしれないということで、ぜひこの問題に注目していっていただきたいと思います、他に何かおっしゃりたいことは今あの、池田さんがおっしゃった通り、全国でこれからの、えっと、防潮堤が、えっと、海岸線に1 0ルものが張り巡らされる可能性があるんです、そういう、えっと、土木事業が行われる可能性がありますので。 えっと、この気仙沼の事例に注目していただいて、で日本は、日本の私たちはあの島国ですから、海と生きてきたんですね、海と生きるということは、そういうことを防潮、えっと、手を作ってあの防ぐという考えじゃなくて、海と共存していく考え方でもっと知恵を出す、そこにお金を使ったり、知恵をつか出していくというやり方をやらないと。 またあのいわゆる劣等改造の時のものに戻ってしまいます。私たちは今はやっぱりえっと復興のもで脱原発の問題はもちろん重要ですが全部根っこは一緒ですからあのぜひ注目していただきたいというふうに思います、はい。どうも今日はお忙しいところありがとうございました。ま、たど,うどうもありがとうございました。<music>